はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね。はい。いやね、まあそんなかんなで、そんな、いきなり噛みましたね。はい、そんなこんなでセカンドチャンネルやっていきたいと思います。はい。今回はですね、また前と同じように俺の10年選手ですね。はい、そのシリーズをやっていきたいと思います。ね、まあ2、これはですね、ウェアハウスですね。はい、ウェアハウスっていうなんかアメカジの復刻、アメカジのブランドですね。ヴィンテージの復刻ブランド、レプリカブランドのウェアハウスの、スヌーピースヌーピーのスウェットですね。はい。これはですね、いつ買ったやったっけな、これ。30歳ぐらいの時に買ったから、もう13年選手ですね。はい。ね、このね、緑の、ちょうどそのスヌーピーのスウェットって、なんか、ヴィンテージのものは60年代ぐらいのやつかな。こんな感じのスウェットがですね、まあ、3万円、4万円で売ってるわけなんですよね。これのレプリカで11,800円やったかな。確かそれぐらいの値段で買いました。はい。でね、まあ、まあ、30過ぎて、ま、こんな感じのスヌーピーのスウェット着てるのどうやねんっていうところがあるんですけどもね。やっぱ古着市場ではね、このね、スヌーピーっていうのはすごい価値があってね。で、なんかまあまあ、僕は古着好きとかメカジ好きにはね、結構すごいおしゃれに、なんかイメージがあるんですよね。はい。なんで僕もスヌーピー好きなんでこれを買いました。でね、まあ、この緑がすごい合わせやすくてですね、なんかもう、とりあえず冬とかやったら困ったらインナーにこれ着ていこうか、みたいな感じで、ね、もう何回も何回も着倒したらですね、結果ね、このね、首元の部分がもうボロボロになるっていうね、形になってます。んでね、で、まあ、そこも結構ね、首元の部分もヨレヨレですし、んでね、この腕の部分もね、こんな感じでボロボロになっております。となるとどうなるかっていうと、コウタロウ的にはこうパジャマ行きになるんですよね。ギリのギリギリまで着倒すって形になってるんで、今はね、これもさすがによそでね、これに行ったらね、なんぼね、僕らの世代限定したらね、多少ね、こんなボロボロの古着も売ってるわけなんですよね。じゃあね、ヴィンテージやったら、でもそれでも十分着てたんですけどもね、こんなね、やっぱ古着知らない世代とかが多かったらね、こんなボロボロのやつを着てたらね、うわ、何この人、ただのみすぼらしい人や、みたいになるんで、さすがにそれも恥ずかしいんでね、これちょっとパジャマ行きになりました。はい。ね、まあまあ、そんな感じで、結構愛着湧いてるやつだったんですけど、今年ね、パジャマ行きになったっていうやつです。はい。で、またね、こんな感じで、俺の10年選手シリーズをね、どんどん、紹介していきたいと思いますんで、またよかったら見ていただけたらと思います。はい。まあ、そんな感じで、ほな、さいなら。